ロシア軍が砲撃したウクライナ南部の原子力発電所について、ウクライナ当局は先ほど、発電所がロシア軍に制圧されたと発表しました。現地時間の4日未明、ウクライナ南部にあるヨーロッパ最大規模のザポリージャ原発をロシア軍が砲撃し、発電所の訓練用の建物などで火災が発生しました。火はその後収まりましたが、ウクライナの原子力規制当局は先ほど、原発がロシア軍によって制圧されたと発表しました。今のところ、作業員らにけが人はなく、原発の安全に関わる重要部分については、正常に運転を続けているということです。